こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。産後1ヶ月までどんな風に過ごせばいいのかっていうのは、あんまりこう退院の時に病院の方から産院の方から詳しいところあんまり言ってもらえなくて、なぜあんま無理しないようにね、次1ヶ月検診だよとか2週間検診だよっていうのは言われるんですけど、無理しないようにね、どのぐらい動いて大丈夫なのか、どう暮らしていいのか、なんかすごい迷うんですよね。私のところにも産後の過ごし方が分かんないっていうね、そういう相談がすごく多いので、産後どうやって過ごしていけばいいかな1ヶ月間っていうお話をしたいと思います。頑張れんでええで、適当でええで。私ね、助産師になって、第一子を産むまでね、まだ子供産んだことがなかった助産師っていう仕事をしていたその時代なんですけど、産後、赤ちゃん生まれてお腹軽くなって、オロとかはまだ出てるにせよ、もうね、退院して家に帰ってきてるし、そのホルモンバランスでしんどいっていう状況が、自分が経験したことないもんやから、そのしんどいっていうのがどうしんどいのかとか、なんかいまいち分かんなくて、ピンと来なくって、教科書通りその助産師学校で習ってきた通りに無理しないでくださいねとかっていうのをママには言ってたけども、しんどいってどうしんどいんかな、それ気持ちの問題じゃないんかなとかって、でもうとんでもない助産師ですね、思ってたんですよね。で、第一子私産みまして、産後迎えました。もともと運動をやってたので体力には自信があったんですね。だから産後言うて無理するなっていうのは分かんねんけども、そないにし、なんかしんどいっていうのはないやろうと、もう大きなお腹もなくなったし、体重も軽なったし、いけるやろ、またそれに意識して無理せえへんようにしなあかんぐらいなんやろなと思ってたら、びっくりしましたね。なんだろうね、あれ、産後のあのしんどさっていうのは言葉でうまくこうぴったりくる言葉がないですね。これもね、個人差あるからね、全然元気でしたっていう人もいるのかもしれないですけど、私はもうなんかその自分の中でのイメージしていたものとあまりに違いすぎて、すごい衝撃で、もうその自分の心の変化についていけなくて、すっごい第一子の時しんどい思いを産後にした思い出があります。ホルモンっていうのはすごいね、もう何やろ、自分が自分じゃないようなって言ってもうまくこう伝わらないんですけど、もう何か何をしてても何か気分が乗らないとか、何か何をしてても何か悲しくなってくるとか、何か何をしてても何かもう私もう無理みたいな気持ちになって、助けて、誰か助けてみたいな気持ちになったりとか、もうすごいね。それが産後なんですよね。で、体のことで言うと、その産褥期って言われるのはもう産後8週間、2ヶ月間を産褥期というふうに言いますけど、その時期っていうのは子宮、大きくなった子宮がどんどん元に戻っていって、最終的にはね、鶏の卵ぐらいの大きさに子宮は戻っていくんですけども、それをこう、子宮復興っていうね、元に戻っていくっていう、そういう動きと、あとおっぱいを作ったりっていう、新しいことをさらにこう、なんていう、発展させて、何かをしていくっていう、対抗していくものと進んでいくものがこう相反するものがあっちもこっちもやるみたいなね、とんでもなく体がうわーっとこう変化する、そういう時期なんですよね。だからこそやっぱ心もついていけないし、体もなんかついていけない、なんかしんどいし、もう なんでしんどいんやろ、しんどい意味がわからんけど、でも言葉何がぴったりくれたらしんどいみたいなね、そんなことになるんですよね。で、里帰りされる方とか、義理のお母さん来ていただく方とか、あとはもう夫婦2人で頑張るよっていう人もいるとは思うんですけど、もう産後は1ヶ月間はね、やっぱり極力無理をしんといてほしいんですね。で、上の子がいたら無理をするなって言ってもね、もう無理なんです、それが無理なんですよ。授乳しようと思ったら喉乾いて、授乳しようと思ったらおしっこ、授乳しようと思ったら抱っこ、なんで今やねんってなりますけどね。上の子も必死なんですけどね、自分もここにいるよ、ママこっち見てよっていうことのアピールでね、仕方がないんですけど、そういう第2子ちゃん第3子ちゃんの場合は本当に休めないんですけども、その休めない中でもですね、もう極力立ち上がらない、極力座っとく、
極力横になっとく。これも意識してやらないと動いちゃうから、計算部さんはね、特にね、それをねやってほしいなというふうに思います。で、昔からね、産後は水仕事をするなっていう言葉が言われてたんですよ。水仕事するな、あと頭洗髪、頭洗うな、あと体冷やすな、もう何々するなするなするな、ダメダメダメばっかりで、もう制約だらけで、妊娠中も大概制約いっぱいで、もう疲れたのに産んで、またダメ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 って言われるんや、なんなんてなるんですけどもね。水を使うなっていうのは、これ今の時代にはあんまりそぐわないかなと私思っています。これ水を使うなっていうのは、これほんまに昔にね、もう井戸に水汲みに行っとったっていう、そういう時代の話なんですよね。だから産後のまだ骨盤も緩んでてね、グラグラの状態でオロも出ててっていう体で井戸まで行って水汲んで、重たい水担いで家まで持って入ってとかで、これはほんまに重労働ですよね。そんなことしたら骨盤緩んで、まだまだグラグラなところにもう変な状態で固まっちゃったりっていうことにつながっていくよね。だから昔は水仕事をするなっていうふうに言ってたわけですよ。今は水道引いてたら出てくるわけやから、お水ね、そんな重たいのこう担いでとか、そんなことでもないですし、水仕事しても別に構いません。ただ無理をせずに最低限にしようねっていうところだけなんかなっていうふうに思います。で、あとは水仕事、あとは頭ね、洗髪、髪の毛洗うなっていうのも、これも昔 の、 お風呂っていうのは、もうまずお風呂がなかった時代やったりもするし、ほなもう大衆浴場に行くで、これも負担になりますし、もしくはもうお庭とかで水かぶってこうやって頭洗ったんかな、そういう時代っていうのはやっぱりね、こう頭こう冷やすっていうことで、母乳っていうのはまずこれ血液の加工品ですからね。で、あとオロ、地球復興っていうのも血液循環を良くして体を温めてあげることで、オロっていうのはね、こう外に排出されていくっていうことがありますので、これ生理の時もそうでしょ。冷やすか、生理の時冷やす、それとも温める、温める方が絶対に快適じゃないですか。冷やしたらお腹痛くなるよね、生理痛ひどくなったりしますよね。これ子宮復興っていうのも結局子宮収縮しながらオロを出すっていうことでは同じなわけですよ。だから温めてあげないといけない。でもその時に洗髪っていうのをやっちゃうと、ね、昔のそういう今みたいないい温度のお湯が出るわけじゃないですから、ってなったら冷やしてしまう原因になるから、だから洗髪もしたらあかんっていうことやったわけですよ。なんせ今は便利な時代だから、そこまで神経質にならず日常生活は送ってもらっていいんだけど、でもあえてこの産後8週間の産褥期に動物園行こうか、遊園地行こう、バーゲン行こう、カフェ行けへん、これはやめといてもらった方がいいかなというふうに思います。で、行けると思ってやっちゃっても後で後悔するんですよ。帰ってきてから、なんやこのしんどいの、せやめっちゃなんかクラクラしてきたね、後になってそのしんどさっていうのはね、ガーってくるんですよ。なので、そう、行こうかなって思ってる時は行ける気になるんやけどね、ほんま無理したら後でもう後悔することになりますので、せめて産後1ヶ月までは赤ちゃんのお世話をメインにしてもらって、家事は最低限やってもらうっていうのでいいと思います。でもこれも真面目なママさんはね、家事もね、もう産んで家に帰ってきたから旦那さんのためにもちゃんとご飯作らなとかって頑張っちゃうママがいるわけですよ。もうこれも力抜きましょう。今だけそのど田舎のスーパーないっていうようなところに住んでない限りはね、お店行ったらお惣菜いっぱい売ってますよ。なのでもう週に1回、ないしは2回ぐらいちょっと頑張って行って、お惣菜ちょっと高くつくけど、それも初期投資やと思いますので、ドバーッと買ってきてもらって、それ全部タッパーに詰め替えて冷凍しとったらいいんですよ。それで 2,3 日それでしのご飯さえ炊いとったらそれで死にゃせんね。それぐらい力を抜いてもらいたいなっていうふうに思います。掃除とかも新品でもそんな死なへんしね。で、パパが頑張れそうやったら日曜日とかにちょっともう丸くでいいから、丸くでいいから掃除機かけといてぐらいでいいと思いますしね。頑張りすぎないっていうことが大事なのかなというふうに思います。で、私は子だくさんなんで5人目とか6人目以降なんですけど これね近所のね、仲いい友達にね、お金渡してね、1万円ずつ渡してね、100均のこんなジップのついてる袋に入れて1万円ずつ渡して、これ別に変なお金じゃなくて、ごめん、この1万円でさ、今から2週間連チャン毎週水曜日だけなんかスーパー行っておかず野菜買ってきて、でなんか作って週2回だけ水曜日だけ私のところに運んでくれへん、お願いして、こっちの友達、ごめん週1回だけさ、金曜日だけさ、なんか作って持ってきてくれへん、この1万円でこれいくら使ってもらってもいいからって、なくなったらまた言って足すからみたいなんで、2週間だけこう2人ぐらいにそれをお願いして運んでもらうっていうのをやったんですよ。なんかもうそれでおかず、手作りのおかずが
が来る、それで 2,3 日回せる、 2,3 日回して亡くなった頃に次の友達がまた持ってきてくれるみたいなんで、それで2週間なんとかしのぐっていうのをやったことがありますね。そうしたら私はだからご飯だけ炊いてたらその手作りのおかずは来るから食べれるみたいな、はい、そんな風にうまくこう友達を使ったりとかいうのもね、子だくさんだからこそっていう、この近所付き合い、ママ友がもういるから できることっていうのはあるんですけど、そんな風にしてしのいだこともありますね。あとはまあお母さんに来てもらうとかもいいんだけど、ずっとおられたらこれまたイライラするんですよ。前もあったのが姑さんが来てくれたと、でもう無理しんでいいから寝ときやって言うてくれんねんけど、寝ときやって言いながら洗濯物畳みながらベラベラ話しかけられんねんで、寝ときやって言われたけど寝られへんやんみたいな寝たいねんけどお母さんみたいなね、お母さん悪気ないんですけどね、そんなことになって、そういうのがねちょっとストレスになって、でもよかれと思ってやってくれてるから、それに黙ってや喋らかけんといて言われへんしねとかでストレスになったり、そういうこともあったり、まあ休んどきや横なりや言われたところで気を使って横なんかなれるかいっていうこともありますよね。授乳しようと思ってもお母さんの視線が痛くてなんかできひんかったりね、そんなんもあるしって考えたら、ずっといてもらうのもまあいいんですけども、これ通える距離であればということなんですけどね、これも週に1回1日だけ来てもらって、で大量に作ってきてもらったおかずをもう冷凍庫に入れてもらって、あと掃除だけしてもらってじゃって帰ってもらうっていう方が心穏やかに過ごせるということもありますのでね、必ずしもこうお母さん、義理のお母さん、実母にずっといてもらうことが産後のこの休養になるかった、そういうことでもなかったりしますので、そこもよく自分とそのお母さん、自分と義理のお母さんとの関係性っていうところよく見ながら、ね、義理のお母さん特にですね、そのお母さんの気持ちっていうのも考えつつ、傷つかないようにうまくこうしてほしいんですっていうことを伝えられるっていうのをね、こうやっとくといいんかなっていうふうに思います。まあなんせ産後ほんまにしんどいです。完全にあちょっと復活したかも、いけるかもって思うのって、やっぱりね、さあ産褥期って言われるこの2ヶ月、これを超えてきた頃にようやくなんか自分が自分であるような、戻ってきたな自分みたいなね、そんな感覚になってくるんですよね。だから床上げ4週間とかっていう言葉もありますけど、ちょうどあれね4週間1ヶ月検診の時期なんですけど、昔の人っていうのはその体のメカニズム知らんかったのに、うまいことようできてるなってよく分かってはったんやなと思いますね。でオロが続いてる間はなんせ無理をしない方がいいと思います。オロっていうのはね、出血ちょっと動いたらまたオロ増えるよね。でまた少し静かにしてたらまた減るんやけど、また動いたらまたオロが増えるっていうので、あれは何かっていうと胎盤ね、お腹の中、子宮の中に胎盤、こんな大きさの傷跡がね、お腹の中に残ってるわけですよ。これスケルトンやったらもう休もうってなるんですけど、もう効果不効果見えないんでね、子宮の中に今言うたらこんな大きな傷があるわけですよ。胎盤が剥がれていってそこね、ブチブチって毛細血管が切れて出ていくわけやからね、その傷が治っていくその過程がオロなわけだから、無理しちゃってまたそれが出血してまたかさぶたなってまた出血してって、そういう治し方してたらそこの組織硬くなっちゃうわけですよ。ちゃんと叱るべき時にそのかさぶたが剥がれてきてくれたらいいんだけど、無理をすることでかさぶた剥がしちゃうのね、うん、ほんならそこは治るけれどいずれでもそこの組織が硬くなる。でも子宮の中には血液が流れててリンパの流れもあって、その中ホルモンが流れているってなった時に、硬いその組織があったらそこの血液循環悪くなるよね、リンパの流れも悪くなるよね、ホルモンうまく流れないよね。これが産後の肥立ち、あとは更年期障害をひどくするっていうようなことをよく言われますけど、そういうところにもつながるんかなっていうふうに思います。ですからせめてオロが続いてる間、少しでも出てる間っていうのはもう極力ほんまに最低限のことをする、あとはもう手放すっていう意識を持ってもらったらいいのかなというふうに思います。12人目、産んじゃいました、助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。笑顔で子育て応援したくて作っちゃいました、バブバブストアは概要欄からどうぞ。頑張らんで適当でええ。